そうね。怖い、梅木さんが怖いと思った時の話とかね。一番怖かった場所ってどこですか？これもちょっと考えていく。一番怖かった場所ってやっぱ難しいのよね。僕は実際に、怖いって思うのと、霊障が起きたってやっぱ別なんですよ。そういって人間のその思い込みとかもあると思うんですけど、やっぱり単純に心理的にですけど、一人で心霊スポットに撮影しながら行ったっていう時やっぱり何も出なくても怖いんですよ。長崎に銀冠山公園っていうのかな、銀色に冠の山って書くんですけど、本当に海の近くに小高い丘みたいなのがあって、そこにあのね大きい鐘があるんですよ。そのいわゆる寺の人がガーンってつくみたいな、あんな大きい鐘みたいなのがあるんですよ。そこを、あの夜中行って、それを鳴らすと、あの子供の霊が出てくるってところがあって、で、僕本当に、あの長崎とかだとね、スタッフはついてこれないんで、僕が一人でカメラ持って、懐中電灯持って、バーって行くんですよ。で、山になって、公園みたいになってるんで、駐車場はあるんですけど、そこからまあどれぐらいですかね、400、500メートル歩かないと、その鐘にはつかないんですよね。で、あのね、不思議なんですけど、結構ね、明るく見えるんですよ。街灯とかは一切ないんで、もうライトのとこしか地面と森の木々っていうのは見えないんですけど、そのアスファルトのね、地面をバーって照らしながら、その木々の横をスーって抜けていくと、小高い丘みたいなのがさらにできてて、で、あの木でできた階段みたいなのを登っていったら、あるんですよ。大きい鐘が。本当にこの部屋よりも大きいですかね、その施設じゃ。そこに、もうこれぐらいの鐘がバーンってぶら下がってるんですけど、そこまで行くともう周り一切邪魔するものなくて海なんで、街の遠くの光とかが反射してるのが意外になんかね、明るく感じるんですよ。で、あんま怖くないかもなって思ってたんですけど、その鐘をガーン、ガーン、ガーン、3回鳴らさないとダメです。で、鳴らした瞬間ね、これだから僕のね、感覚ですけど、急に周りがシーンってなったんですよ。もうそれこそ、海で鳴らすとめちゃくちゃ響くんですよね。なんか急にいろんな音が消えたように感じたんですよ。なんか海とかに船がポッポって浮かんでて、で遠くに街の明かりも見えるんですけど、なんかその人らにも鐘の音が聞こえて、お、誰か良くないやつがこんな時間に鐘の音鳴らしやがったぞみたいなのを、みんなが僕のことをなんかこう咎めてるみたいな、なんか急にシーンと音なくなったんですよ。まずその瞬間なんか鳥肌が全身ゾワーって立ってきて、え、何この空間急に変わったよって思ったら、森の方から自分の鐘に走ってくる音みたいなのがタタ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 って聞こえて、なんか来たって見るんですけど、当然周り何もないんですよ。だからそのまんま自分の周りをタタ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 って走る音がずっと聞こえるんですよ。いや、いるよ、いるけど、俺はでもカメラ持ってるんで、そのうわーっつって掘り出して歩くわけにもいけないんですよ。で、カメラ持ってるし、それも一応なんか責任感もあるから映像残さんとあかんつって持つでしょ。で、でも足元も危ないから足元も確認しないとダメなんですよ。でもその中ずーっと足音、別の人の足音がわーって子供ですよ。ほんとちっちゃい子の足音がバタ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 って言って自分の周りぐる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 回ってるのを聞きながら、走ることなくゆっくりゆっくりとこう、しか動けないんで、それで車まで戻っていくその15分20分もめちゃくちゃ怖かったですね。その何かがいるっていうこともあるし、俺ここでもう例えばこけて怪我したら誰も助けに来てくれないじゃないですか。で、僕なんかその幽霊の姿見てうわーってでおかしくなっちゃっても誰も助けてくれない。だから結局怖いから走って逃げたいけど、冷静じゃないと、車にも戻れないし、そっから運転して帰れないと思ったら、めちゃくちゃやっぱ怖かったですね、その時は。怖さで言うと。あれはもう、だからやっぱ一人で行くっていう怖さも関わってくるんで、その、長崎にあるね、銀冠山公園ですかね、そこが怖かったですね。